合わせていただきたいのはこのフェースの上の部分ですね。この部分が目標とまっすぐになるぐらいかぶせていただきたい、かぶせていただきたい、かぶせていただきたい。いろいろな状況において効果を発揮します。こんばんは、中井学です。皆さん100ギリ達成しましたか？というわけで実際練習場でやっておいていただきたい100を切るための大事な練習、今回はクラブをかぶせるです。クラブをかぶせるといってももちろん程度はあります。実際にアドレスをしたときに皆さんはこのクラブフェースのこの部分ですね、要はリーディングエッジと言われる部分、そしてここに、まあ、スコアリングラインという溝があります。この部分が目標に対してまっすぐ向くように構えていらっしゃる方多いと思います。でも実際に合わせていただきたいのはこのトップエッジと言われるフェースの上の部分ですね。この部分が目標とまっすぐになるぐらいかぶせていただきたい。実際に通常の下のリーディングエッジを合わせるんではなく、上のトップエッジを合わせることによって、リーディングエッジを合わせるんではなく上のトップエッジを合わせることによって、いろいろな状況において効果を発揮します。一番はつま先下がり、要はドーンと前が下がっている状態。そうすると当然ボールを捉えるときに傾斜がこうですから、実際クラブはかなりこうフラットに入ってしまいます。ですのでフェースの面が右を向きやすく、結果スライスボールになりやすいと。それをあえてクラブをこのようにかぶせることによって、実際にこの傾斜ですね、まあ、例えばこれぐらいクラブが浮いてるとすると、クラブをかぶせることによってこの浮く隙間というのが小さくなります、まあ、それによってまずトップをしたりとか大きなミスを防ぐことができる上に、この傾斜とフェースの面が相殺して結果的に球を限りなくまっすぐ打ち出すことが可能です。ですからまずこういった前下がりでの効果が抜群。そして次にバックスイングがおかしいなという方は少しクラブをかぶせてみてください。バックスイングがおかしいというと、大抵の方はこのようにインサイドに引き込みすぎて煽るインパクトを作ってしまいます。このようなバックスイングでインサイドに引きすぎて煽るようなインパクトをするときというのは、だんだんフェースが開いていくことによって手元が前に突き出てインサイドに入りやすくなってしまっているということが起こりがちです。むしろこのように開いてしまうと、ゴルフクラブというのはフェースの面に対して垂直に動いていく、まあ、重心が動いていくという特性がありますので、フェースが開いていると開いている方向にこのようにバックスイングが動いてしまいます。ですのでインサイドに引きやすくなってしまうんですね。結果的にフェースが開いてプッシュアウトする軌道が生まれてしまいます。このようにクラブを少しかぶせることによって、結果的にそれによってバックスイングがスクエアに上がりやすくなるわけです。かぶせていく方がクラブというのはスクエアに動かしやすい。そういった意味でバックスイングの迷いが少しクラブをかぶせることによって、結果いい方向に向かう可能性があります。そして何よりもやはり球を構えに行きすぎる、結果引っ張ったり手元が先行して煽ってしまったりといったさまざまな症状が生まれます。ですので最初から少しかぶせておいて、クラブが確実に捕まえる角度を持っておくと、実際のスイングの中でこれ以上捕まえに行こうという動作は起こしづらくなりますので、右サイドが突っ込んでしまったり手元を当てがいに行くというような形でボールを捕まえに行くという悪癖を防ぐことができるんです。クラブをかぶせる、
アドレスのセットアップでこのフェースのアングルを合わせるのではなくて上のトップエッジのアングルを合わせるという動作はプロの中でも非常に人気があります。実際にフェード系の球を打っている選手は結構意外とこのようにクラブをかぶせている選手が多いんです。そういったことによってクラブをかぶせて捕まえるという角度を作った上で体の回転だけで打っている。実際に少しやってみたいと思います。クラブをかぶせてトップエッジをスクエア、そしてその位置でその位置でクラブに捕まえる要素を作ることによってスイングはどんどんと良くなっていきます。もちろんいろんなライからの状況においてもクラブをかぶせるということは非常に大きな効果を発揮します。ぜひトライしてみてください。